タレントのマツコデラックスが、今日28日に放送される日本テレビ系バラエティ版。ふみ、マツコ会議、毎週土曜23時チルダ、で、ヒゲの男性とやりとりを繰り広げる。マツコデラックスイコール日本テレビ提供。今回は、横浜にある、ヒゲにこだわる男性が通う理容室、から中継。ティジー、こと栗原ディレクターに、ヒゲのある男性は好きですか?と聞かれ、たマツコは、小手先でおしゃれしてるしてないなんてどうでもいいんですよ。元気ならばよい、と言ったものの、イケメンのヒゲ紳士2人組を見つけると、いやらしいわ、エロい、意外とヒゲいいかもね、とにやつく。初回のセット金額は、ヒゲだけで7000円となかなかの高額。並々ならぬこだわりを持って訪れる人も多いそうで、ダリのパスポート写真を目指しているという男性のヒゲは、もはやサルバドールダリそのものだ。はじめは否定的だったマツコも、長いヒゲに五円玉をぶら下げることもでき、るという自慢を聞いて、一個ああいうのがあると一日楽しいと思うよ。今日どれくらいの角度にしようかなとかね、と。そのこだわりを理解した様子を見せる。しかし、青山のブティックの店長に話を聞くと、ヒゲを生やした理由が、青山という土地柄、おしゃれな人に負けないためのキャラクター作り、だと聞き、マツコは、お前もう一回青山を見返してごらん。みんなハリボテだよ、と一周。薄っぺらいやつだらけだから、そこまでしなくたってお前やっつけられるって、と叫び。最終的には、脱毛しろ、と魂のアドバイスを送る。本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。